どうも、ラノ太郎です。今日も楽しんでいきましょう。今回はレゴでマリオの3日目、たくさんあるパワーアップマリオからペンギンマリオ編を作りたいと思います。ノーマルマリオから顔はそのままで衣装を変えていきたいと思います。まだ1日目のノーマルマリオ編と2日目のファイヤーマリオ編を見ていない方はぜひそちらもご覧ください。では本日のペンギンマリオ編を始めていきましょう。まずはペンギンの着ぐるみ衣装のくちばし部分を作っていきます。くちばしは帽子のつばの形になっています。黄色1色ではなく2色で影を作ります。最後に顔に乗せる時用に2ポッチ分飛び出したブロックをつけておきます。次にペンギンの着ぐるみ衣装の頭の部分を丸みを出しながらブロックを積んでいきます。この時に少し見える髪の毛も一緒に積んでいきます。ここで少しペンギンマリオについて話していきます。ペンギンマリオはペンギンスーツを取ることで変身できます。アイスマリオと同じくアイスボールを投げて敵を凍らせることができるほか、勢いをつけてしゃがめば腹滑りをして水面を滑ったりブロックを破壊することができる能力があります。次に体の部分を作ります。ペンギンマリオはペンギンの着ぐるみの上に赤いオーバーオールを着ているのが特徴です。それぞれのパーツが出来上がりました。合体させていきましょう。体をつけて、頭をつけて、くちばしをつけたらペンギンマリオの完成です。可愛くできたと思います。いかがでしょうか。今回は5日間連続レゴでマリオのペンギンマリオ編でした。いかがだったでしょうか。楽しんでいただけてたら嬉しいです。次は何マリオになるのか、残り2作品もお楽しみにしていてください。ラノ太郎の Twitter、Instagram のアカウントは下の概要欄に貼ってあります。ぜひフォローしてください。この動画が良かったと思った方は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。以上、ラノ太郎でした。
またね。明日も動画マリオでアップします。